グーファンタジーラジオ。はい、どうもマノチです。よろしくお願いします。あのね、最近ねすごい頻度で見る夢があって、夢の話ですよ。俺が殺人を犯すんですよ。もう夢が始まった時点では誰かを殺した後、殺すシーンとかは一切夢の中で出てこないんですけど、誰かを殺した後で、警察に追われてて俺がそこから逃亡するという夢なんですよね。うん。で、まあ夢にもさ、まあ、夢って人それぞれいろんな見方があるらしいのよ。夢をカラーで見る人もいれば、セピア色、白黒、モノクロで見る人もいるらしくて、その自分視点とかね、第三者視点とか、まあいろんな夢の見方っていうのがあって人それぞれらしいんですけど、夢って気づいて見てる夢と、夢って気づかずに見てる夢ってあるじゃないですか。で、俺がその見てる殺人事件を起こして逃亡する、警察から逃亡するっていう夢は、夢って気づかずに見てるのね、いつも。ここ最近の話だけどね。うん。やっぱ疲れるんだよね、逃亡だから。うん、いつかやっぱ警察に捕まるんだろうなとか、警察に捕まったらどうなるんだろうとか、そういうプレッシャーを抱えながら、逃げるっていう夢なのさ。で、まあその夢から覚めるタイミングっていうのはまあそれぞれ違うんだけど、まあ大体同じような夢をねいつも見てて、あの夢占いっていうものでちょっと調べてみたの、一体どういうことなんだろうと。で、まず、殺人っていうのは、もしその自分が知ってる人を殺すような夢だったら、その人に対してすごくこう激しい怒りを抱えてるっていう現れらしいんですよ。夢占いですよ。うん。で、まあ俺の場合はもう夢が始まった時点で誰かを殺してるから、でそれは知らない人だから、見ず知らずの人を殺す夢はあなたが強いストレスを抱えていることを暗示していますというふうに、ネットでは書かれてます。はい、強いストレスね。で、あと逃亡っていうのは、現状から逃れたいと思ってるみたいです。らしいですね。で、警察、まあ、に追われるからね。警察っていうのは、あなたの身近なところにあるルールのために自由に行動できなかったり、気持ちを抑えてやりして不満があるのかもしれないと。要は俺は、ストレスを抱えてるということらしいです。まあね、夢占いっていうのは、どこまで信憑性があるのかわからないけど、ただまあ言われてみれば、俺今やたらストレス抱えてます。はい、すごいストレス抱えてるよ。っていう夢をね最近見るっていう話でした。はい、そんじゃ終わり、またな。